こんにちは、マッツーです。 Galaxy Z Fold 6、開封して使っておりますが、パカッと開いて使えるめちゃくちゃ便利な、デバイスになっております。もう毎年買ってるんですけど、今年はさらにフォルムが良くてね、いや本当握り心地いいなというふうに思います。 S ペン使うなら S ペンケースがいいなと思うんですが、あんま S ペン使わないよっていう方にはね、別のケースの方がおすすめだったりもするんですよね。というわけで今回はこちらのケース、ピタカマグイージーケース5 for Galaxy Z Fold 6、こちらをレビューしていきたいと思います。ピタカのマグイージーケース、ですね、アラミド繊維で作られている非常に軽くて頑丈なケースなんですけれども、今年ですね、ついに Galaxy Z Fold シリーズ向けもマグイージーケースとなりました。エアケースじゃなくてマグイージーケースということで、マグセーフに対応しております。おめでとうございます。これは嬉しい。というわけで Galaxy Z Fold 6でもマグネットのワイヤレス充電、マグセーフ対応のワイヤレス充電を使うことができる。ここにも書いてありますね、マグセーフ対応してますよって書いてありますが、それを使えるというところ。あとはね、こっち個人的にめちゃくちゃ嬉しいんですけど、今回サンセット柄もね、ちゃんとフォールド6向けでリリースされております。最高じゃないですか。というわけで、これはほんと最高ですよ。ぜひ、使ってみていただければなというふうに思います。では行ってみましょう。はい、では開けていきたいと思います。赤っ、おー、こんな感じですね。カメラリングかっこいいですね。こういう風なね、輪っかのついたプロテクト、かなり光ってるんですよこれ。はい、わあ、これもいいね、いい色だこれ。ほんとサンセット大好きなんですよ。はい、というわけで Galaxy Z Fold 6のこちらはね、クラシックな黒グレーの配色ですが、こちらはサンセットという形になっております。今回はこちらですね、カメラ側の背面側はあるんですけど、こっち側はあるんですけど、カバー画面側はないんですね。あー、なるほどね。へえ、あ、そうなんですね。というわけで、こんな感じ。軽いよ、やっぱり。すごい、すごい、両方ともすごい軽いです。はい。ちょっと測ってみましょうか。はい、じゃあ測ってみたいと思います。まずは黒の方ですね。はい、黒の方測ると、18g。18g。すごいね。ケースとしては破格ですね。18g ですよ。サンセット。20g です。20g。2g の差でございます。Galaxy Z Fold 6にそのままこいつをくっつけた場合ですね。こいつ自体、本体は 239g で、こいつは 20g ですので、259g になりますね。まあ、フィルムとかちょっと貼ってるので、今 264g って言ってますが、264g です。すごいね。これはすごい。というところで、いや、これすごすぎますよ。これはすごすぎますよ。これはこれちょっとお見せしましょうか。はい、こんな感じです。ちょっとサムさんさんからお借りしてるのがもう一台あるので、そっちに黒をつけてみましょうか。こうですよ。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいっしょ。このしかもこのカメラ部分、カメラリング光ってるんですよ。カメラ部分の出っ張りに関しては一応つら1ぐらいですかね。ほとんどカメラリングとカメラ部分の出っ張りが同じぐらいなので、まあいいかなという感じ。ちょっとなんかこう金属製な感じにも見えるので、若干こう他のスマホと重ねたりとかした場合ご注意ください。ちょっと不安なところはあるので、重ねない方がいいかなという感じはありますけれども、サンセットもお見せしましょう。これですよ、このサンセット。カメラ部分もね、すごいキラキラ輝いてて、このシルバーのフレームにすごい合うんですよね。私あのホワイト買ってるんですが、あのサムソンオンラインショップのホワイト限定色買ってるんですけれども、あの側面とかはシルバーと同じなんですよね。そういう意味もあって、このシルバーの配色にこのシルバーのフレームってめちゃくちゃ合いますね。そして本体を見てあげるとこんな感じですよ。これいや、いいでしょこれ。素晴らしいですね、このサンセット。かっこいい。一つあれなのが、やっぱりこうカバー画面側はねないんですよね。ここが若干不安だなっていう感じはしてしまうんですけど、
もしなんかオプションでこっち側も出してくれたら嬉しいなという感じはあるんですが、まあでも基本持つのはこっち側だったりもするので、で持ち心地も本当にいいんですよ。うん、もうなんか本当に裸持ってる感じと ほぼ同等な感じです。まあちょこっとだけねケース分の厚さありますが、ほとんどもうないような感じだと思えるぐらいですね。なかなかいいですね、これはね。なかなか最高ですね。そしてですね、こちら、ピタカマグイージーケースの方は、このようにマグセーフに対応しております。今まで、ギャラクシー Z フォールド4やフォールド5用もピタカさんケース発売してきたんですが、いつもエアケースだったんですよね。やっぱ幅の関係とかもあって、このマグセーフのこのプレート付けられなかったというところだったと思うんですが、今回はついにマグイージーケースというところでこのマグセーフのアタッチメントを付けることができますという、これめちゃくちゃ嬉しいですね。最高ですというところで、こちら、ピタカさんね、車載充電器も発売されております。こんな感じの、マグイージーカーマウントプロ C2 のエディションが最新は発売されております。 C2 というのね、新しい C の規格、まあ、今 iPhone が対応しているというところではあるんですけれども、まあ、Android も時期にね、対応してくるというようなモデルにもなっております。で C2 なんですが、今までの C とも互換性ありますので、 Galaxy Z Fold 6とかね、Galaxy S24 Ultra でも使えるというものが、こちらになります。はい、C2 ってここにねついております。こちらもねちょっとご提供いただいたので、ちょっと開けていきたいと思います。アカンとこう開けまして、ふわっと、はい、あ、こんなか、うわ、いいっすね、いいっすね。はい、こういう感じでございます。ケーブルと、このアタッチメントがね、ついています。ケーブルホルダーついています。本体とケーブルでアタッチメント、これついております。また変わりましたね、アタッチメント。あ、これ結構嬉しいかも。これはね、あ、こうやって回すと、こう出てくるやつですね。で、ここまで、はい、長くできます。で、エアベント型なので、送風口のところにガチッとこうくっつけてね、こうやってぐるーって回すというタイプでございます。前回のピタカカーマウントプロ2の方はですね、ちょっと引っかかりが、車選ぶような感じ、うちの CX とちょっとつきにくかったんですよね。うん、っていうところで、これ結構つきやすいかもしれない。付け方はですね、これを一度全部外してから、ここにパカって入れて、ここにカシャってこうはめるんですね。ここにカシャってグッとこうはめます。で、あとは、こういう風に締めれば OK ということですね。で、ちょっと緩めて、こう角度を調整して、締める。で、こっちもこっちで、ここをね、回すことで、こういう風に、はい、調整ができるので、引っ掛けて、回すという形になります。ということで、今ね、つなげてみましたが、くっつければ、はい、充電ができると。お、ちゃんと急速ワイヤレス充電になってる。これ嬉しいっすね。ギャラクシーでも、ちゃんと急速ワイヤレス充電機の扱いになっています。いいっすね。あ、急速になってる。よかったー。ちゃんと急速ワイヤレス充電になってます。いや、嬉しいっすね、これは。はい。マグイージーカーマウントプロ2の方だと、Galaxy S24 Ultra で充電しても、急速扱いにならなかったんですよ。で、今回はどうかなと思って若干期待しながらやったんですけど、ちゃんと、こいつも急速ワイヤレス充電の扱いしてくれていますね。あ、これは嬉しい。たまらんな、これは。これいいですね。というわけで、ぜひ、はい、使ってみてください。車載でもね、この後使ってみましたが、結構便利に開いた状態で走行したりとかしてもずれることなくね、頑丈にくっつきますので。でもここはデスクなんですから、ちょうどくっつけた時にこのカメラリングのところがですね、ちょうどいいところでフィットしてるんですよ。ピタッとでしょ、これ。このカメラリングのところがちょうどピタッといいところにフィットしてるので、これがいいのかもしれないなとも思います。うん、これはなかなかですね。このカメラリングのさ、ちょっとぐるっと回した時のさ、このピタッと感すごくないですか。いや、これ納得ですよね。この今までギャラクシー Z フォールド4とかフォールド5でこのマグイージーケースが発売されなかった理由っていうのがこれで分かった気がします。あ、そういうことかと。うん、あと1ミリとかの差で多分干渉したんでしょうね。だからようやっとマグイージーケースができたという
感じで、これ嬉しいとこですね。はい、ぜひ使ってみていただければと思います。というわけで今回はピタカマグイージーケース5 4ギャラクシー Z フォールド6ご紹介させていただきました。こちらがサンセット、こちらが、黒グレーのね、ツイル型という形でございます。より細かいのは600デニールの黒グレーなんですけど、1500デニールでもこういう風なすごいデザインに優れたこういうケースがついているっていうのはめちゃくちゃいいなという感じがします。で、そしてワイヤレス充電にも対応しているというところですね。マグセーフ対応しているということで、まあこれが使えるのでマグセーフのアクセサリーとかもねちゃんと使えるっていうのもありがたいところだなというふうにも思います。ぜひね使ってみていただければなというふうに思います。車載のマグイージーカーマウントプロ C2 もねぜひ使ってみていただければなというふうに思います。というわけでこの動画参考になった方はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。その他にも、まついろいろなスマホやパソコンなどレビューしておりますので、ぜひねギャラクシー Z フォールド6に関してもいろいろレビューとか仕事術とかもねご紹介しておりますのでぜひね見ていただければというふうに思います。というわけでまつでございました。また次回お会いしましょう。さようなら。バイバイ。ありがとうございました。